長野町の両川から馴染みの女郎が吸い付けた孫でキセルの雨が降るようだ。明けのキセルの様の、この吉原へすねを踏んごむ野郎めら、俺の名を聞いておけ。まず第一怒りが落ちる。まだいいことがある。大門をくぐるとき、俺の名を手のしらへ三遍けいてなめろ。一生女郎に振られるということはね。見かけはケチな野郎だが、肝が大きい。東郷八王子の炭焼き売店の八掛けじじ、近くは山野の古やりて、梅星馬場に至るまで、頼み話の喧嘩沙汰、男立ての無心の駆け捨て、ついに引けを取ったことのねえ男だ。江戸紫の鉢巻きに髪は生じめ総領。陰先の枝から覗いてみろ。泡かずさが浮き絵のように見えるわ。閉店が増えればリブに水、金利不山の客殿から、目黒不動の存存までご存知の、大江戸八百余町に隠れのね、御用牡丹の門付けに、桜に匂う中野町、花川戸の助六ともまた揚げ巻きの助六とも言う分け獣、まじまぐよって、面倒はみ。とても失礼。